ーク、川野、アホ。変えた方がええで。疲れてるんじゃないの？制球力が危うくなってきてるよ。黒美も川野くんも緊急登板なんよ。とうとうぶつけてしまった宮崎に、ボールの行方知らず。宮崎にぶち上げてんのやばいだろ、濃厚すぎるうちの投手陣。アップできたんかな、今更やけど。お前それ乱闘になりかねんって。ぼちぼち肩もあったまってるだろうか。川野がポコポコボールにしてんのはそもそも制球悪い感じ。まあこれで川野を変えてもこの試合はどうにもならんで、全く流れが来そうにもない。4点差以上の差を感じる。3回まではなんとか頼むって感じで送り出してそうだよね。開幕3連敗が視野に入ってきてしまった。月曜ないわけやし、とりあえず投手1回登板させようや。メンタルやられなきゃいいけどな。川野攻めてるやつは意味わからん。どう考えても全部黒藁が悪いよ。まだ投げさせるんか。開幕早々して試合はしんどいわ。ご視聴ありがとうございました。